折り紙切り紙。今回は六つ折りに挑戦です。ちょっと厄介な六つ折りですが、道具を使うことで簡単にできます。それは三角定規です。半分に折ったら三角定規の60度の部分を真ん中に当ててください。そして辺に沿って折ります。これを裏返して折ればぴったりと重なって六つ折りができます。斜めにちょきんと切ってみましょう。先が尖った三角形のような形になりました。三つに分かれた形を作るのに適しています。こんな風に切ればクローバーができます。他にも工夫次第で面白い形ができると思います。六つ折りができれば十二折りは簡単にできます。他の折り方もいろいろと挑戦してみてください。